たら瑞希が座ってる、お座りもくれた、で瑞希がダンシングもくれたで、これマジで便利なのでどうなのでならなら本当はクリルモフレム、選手がこうモフレムかぶったクリルキーボルダーみたいなのが欲しかったけど、めっちゃ人気、大人気で売り切れでした。まあ、後日なんかオンラインで発売がありますっていうアナウンスがあったから、欲しい方はぜひ、ここで買えなかった人はオンラインで後日受け付けるみたいなので、ぜひぜひぜひ買ってみてください。あ、はい、じゃあ山下選手です。うん、マッチで写真にもなるしね。あ、そうそうそう、スタメンから出てるんですよね。スタメンはパツ入ってたかな。スタメンおめでとうございます。あんまり点が取れてないので、攻撃陣に頑張ってほしいという意味を込めて山下選手にします。はい、なんかいなくて、まあでも昨日の伏線回収まであるからしょうがないけど、ここにいるんで大丈夫。今日の注目選手はベルトン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 トベルトン選手です。戻ってきてくれた。おかえり、おかえり。ベルトン、去年は川崎ダブルしてて、こうやっとスタートになってからカウンターレに負けてないので、去年のトドロキえぐかったよな。マジでえぐかった。もうほぼラストワンプレーみたいなコーナーからドーン、あーってなったよ。やばかった。あれ全然負けたくない相手ですね、個人的には。なんか羊ヘアにしてきました。でもかわいい。雨降るかなと思って、ちょっとまとめ系がいいかなと思って。どうでしょう、そうなっこれ、高校の顧問の先生の奥さんが手作りでアクセサリーを作ってハンドメイド。そうそうそう、作ってもらった。可愛い。水色なんか他の色やってんけど、ピンクとか黄色とかやってんけど、青ミックスがいいですって言って青ミックスにしてもらった。ピアスとか、キーホルダーとか、そうなんや、書きますかね。なので、気になる方はね、ぜひぜひ、概要欄に貼っておこう。概要欄にね、大事大事。はい、ということで、今日も絶対、勝つぞ。おー、見てろー。Thank you.
成されて、結構ずっと押し込まれててやばいって思ったらやっぱ入っちゃって、ああってなってたけど、次ぐらいのなチャンスで追いつきました。追いつきました。なんか珍しい展開でね、あれは中谷選手のゴール、一応なんかそれになってた。まあやられたらやり返す。ご飯はもっと点が欲しいですね。雨も耐えてる。そう、雨が耐えてる。嬉しい。もうフレームデーなので、なんかハーフタイム始まりそうです。3も頑張りましょう。頑張りましょう。モフモフレムレム。お願いします。レモンガススタジアムで